暗いところで本読むなっていうふうに怒られてたんですけど、うん、親はやっぱりこう目が疲れないようにって気にかけてくれて言ってくれてたってことですね、うん、それか、まあ、迷信をそのまま信じてね。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。たがみんです。よろしくお願いします。先生、はい、よく暗い中で本を読むと目が悪くなるって言うじゃないですか、うん、あれって本当なんですか？あー、それね、時々受ける質問ですね、うん、それね、どちらかっていうと正しくないんですよ。どちらかっていうと正しくないんですか？うん、一部ね、はい、正しいところもなくはないんですが、うんうん、暗いところで物を見るとなんか目が悪くなってくるんですね、うん、目にとって良くないことたくさんあるんです実は、うん、ただそれでね、視力が落ちるって話にはね、直接的にはつながらないですね。どちらかっていうと迷信に近いんですよ。迷信に近いんですか？うん、そうそうそう。だから直接目が悪くなるんじゃなくて疲れるんです。暗いところで物を見るっていうのは、うん、でその疲れるってことがね、目にとって良くないってことは目が悪くなるっていう風にだんだんなっちゃったんじゃないかなと思うんですよね、はい、じゃあなんで疲れるかって話なんですけど、はい、まあ、その前にですね、ぜひね、チャンネル登録と LINE でのお友達になってくれることをお願いしますね。暗いところで物を見てると見にくいから、はい、より近寄って見る可能性が高くなってくるわけですね、うんうんうん、でね、近くで物を見るってこと自体が良くないんですよ。これ近くで物を見るのが悪いんですか？うん、明るかろうが暗かろうがですね、近くで物を見るっていうことはね、目が無理をしないでね、近くが見えるようにっていうことで、ピント合わせをあまりしないで近くが見えるような状態に変化していくことがあるんですよ、目の形が、目の形が変化しちゃうんですか？結果的にはね、眼軸が伸びるっていうんですけど、はい、要するにね、スクリーンが後ろ行っちゃうんですね、うんうんうん、前に焦点が結びやすくなる状態を近視って言うんですよ。つまり遠くのものを見る時に比べてね、近くのものを見るっていうことはね、光がこう広がって入ってくるもんだから、うん、それを無理やり網膜っていうスクリーンに焦点を結ばせようとするとですね、目がピント調節をいつもしなきゃなんです、強力に。目の中の筋肉が一生懸命働かされるんですよ。そうすると目にとっては負担だから、そこが働かなくても焦点がうまく結ぶようにしてあげればいいんじゃないってね、目のね、長さが後ろへ向かって伸びちゃうんですよ、はい、でそれが近視化っていうことなんですね。近視になっていくってことなんですよ、はい、だから近くで物を見るっていうことは近視を誘発する行為になりかねないわけです、ね、で現実的にですね、我々のような日本人とか台湾人みたいにね、非常に細かい漢字を使うような民族っていうのは近視の人がすごく多いし、はい、近視の度数も強いんですよね。うん、逆にアルファベットを使ってる民族っていうのはそういうことがあんまり起きにくくてね、むしろ遠視気味の人が多いんですよ。ところがですよ、はい、今ね、スマホが世界中で払っててるから、うん、近くで物を見るようになっちゃうんですよ、うん、まあ、いずれにせよですよ、直接ではないんですけど、暗いところで見るとより近寄って見る可能性があるので近視化が進むっていうことにね、間接的につながるでしょって話なんです、うんうん、なるほど。だからさっき直接的じゃないって言い方だったんですね、うん、だからね、暗いところで本を読むと直接目が悪くなるっていう、そういう話ではないんですけど、うん、ただ暗いところで目を使うことで目は明らかに疲れるんですよ。うん、やっぱ疲れるんですね、うん、これは何でだか分かりますか？なんでだろう。疲れるって意味はね、2つあってですね、1つは本当に目が疲れてね、はい、でもう1つはね、脳が疲れるんですよ。脳が疲れるんですか？うん、そう、まず目が疲れる話はどういうことかっていうとね、うん、暗いところは光をたくさん目の中へ入れたいわけです、はい、より明るくものを見るためにね、うん、そうするとね、瞳孔っていうね、瞳の大きさが大きくなるんですよ。つまり瞳孔を広げるための筋肉がそこで働くってことなんですね、うん、でね、近くを見るときはね、瞳孔ってどうなってるかっていうと、これ必ずちっちゃくなるようにできてるんですよ、うん、でなぜかっていうとね、ピントっていうのはある程度の幅を持っているわけです。つまり一番シャープに見える点は、まあ、1箇所だとしても、その前後ね、ちょっとぼやけただけだったらよく見えるでしょ、うんうん、そういうね、ピントの合う範囲っていうのを被写界深度っていうんですけどね、例えば10メートル先で手前10センチと奥10センチ、これほとんど差がないんですよ。その間どこやっても大体見え方変わらないわけですよ、うんうん、ピントが合ってるわけですよね。ところがね、手前例えば20センチ30センチあって、はい、向こうが10センチと手前が10センチじゃもう全然違うわけですね、うんうん、で向こう側10センチ、つまり20センチのところから
10センチ、30センチのところを見るときと20センチから10センチさらに引いてね、10センチのところを見る、つまり20センチの差があるっていうことはですね、もうピントがそこで合うことは難しいわけです。どっか行ってんなら合うけど、はい、向こう側と手前とでね合わせることは難しいでしょ、うん、でそういう時にね、瞳孔がちっちゃいとですね、これピンホール効果って言うんですけど、ピンホール効果、うん、小さい穴を通ってくるってことはね、余計な光をね遮ってくれるわけです。うん、瞳孔が小さくなると近くのものはよりピントが合いやすくなるんですね、はい、つまり目の中のレンズの厚みを変えてね、そういうことをしなくてもある程度ピントが合いやすいように設計されてるんですよ、目って。ところが暗いところでは、はい、瞳孔はもっと光が欲しいから、うん、大きくなりなさいねっていう指令が出るわけですよ、うんうん、違うとこから指令が2つ来るわけですよ、はい、つまり相反する命令を2ついっぺんに来ちゃうわけですよ、うんうん、そうすると小さくなったらいいの、大きくなったらいいのってことを繰り返してるから、うんうん、疲れちゃうんですよ。そういうことだったんですね、うん、目ってすごいな。そう、目ってすごい、本当にすごいんですよ。近くを見るときとね、遠くを見るときと自動的に反射を使ってね、ピント合わせるっていうのが一瞬で行われるんですね、うん、でさらに目を内側へ寄せるための副相って言ってね、はい、目の外についてる外眼筋、目を動かすための固め6本の筋肉なんです。でそれがね、内側にずっとしとかなきゃならないですね。遠くを見るときは筋肉が緩んである程度ちょっとの力で角度を合わせられるんですけど、近くはうんとこう寄り目しなきゃならないですよね、うん、そうすると外眼筋まで働かされるわけですね、うん、だからね、まあ、そうやってピント調節、瞳孔の大きさ、はい、目の向き、そういうものが近くを見るときっていうのは非常に目にとっては負荷が大きいんですよ、うん、だから疲れちゃう。あ、そうだったんですね、うん、目をすごいいたわってあげようって思いますねそうね。で最終的にね、脳も疲れますよって話しましたけど、はい、これはね、まあ、多少個人差はあると思います、うん、要するにね、暗い場所で物を読むのが好きな人っているんですよね。うん、その方が集中するとかね、はい、だこれはね心理学的な話も入ってくるんですけどね、普通は明るい部屋で手元もちゃんと明るいという状態が一番疲れないって言われてるんですね、うんうん、手元だけ明るくすると脳の方も疲れる可能性が非常に強いんですね。うん、だから夜暗いところでね、本読んだりスマホを見てると疲れてきてね、途中でやめたくなったりってことはね、まあよくある話なんですね。うん、まあ、ですからね、暗いところで本を読むと目が悪くなるというよりは疲れるというふうに置き換えた方がいいと思うんです。それが正しいですね。本当、目って私たちの知らないところで頑張ってくれてるんですね。そう、自動調節をいろいろやってくれてるんでね、目は2つあるのに1つに見えるでしょ。そういうこととか、すごく明るいところからすごく暗いところまで、まあ、目が慣れてくると見えちゃうわけですよね。まあ、こういうのはね、デジカメではできないですよ。まあ、目はすごく頑張ってます、うん、ですからね、まあ、とにかく暗いところで字を読むっていうことが直接目が悪くなるってことにはあまりつながりませんよと。ですが非常に疲れやすいことを目にさせてますよってことなんで、まあ、避けた方がいいですね。じゃあ、あれですね、小さい時に、うん、まあ、親に暗いところで本読むなっていうふうに怒られてたんですけど、うん、親はやっぱりこう目が疲れないようにって気にかけてくれて言ってくれてたってことですね、うんうん、それか、まあ、迷信をそのまま信じてね、そういうところで本読むと目が悪くなっちゃうよって、そういう心配をしてくれてたのかもしれませんね、うん、これはね、詳しい話なんでよく分かんなかった方もいるかもしれないんですけどね、とにかく目はね、自動調節をいろいろしてますから、暗いところで瞳孔を広げたり、近くを見るために瞳孔を縮めたりとかね、矛盾した命令を受けていたりとかね、まあ、そういったことで目に負担がかかるってことは理解していただけたかなと思うんですよ。だから結局は暗いところでね、文字を読むのはやめた方がいいですよって話は、結論は変わらないんですけどね。でもね、なぜっていうことはね、今日よく知られたと思うんですよね。ということで、よかったらチャンネル登録してくださいねっていうことと、公式 LINE でもお友達になってくれるといろんな情報がいきますので、概要欄にリンクが貼ってあります。概要欄はですね、動画の画面のちょっと下の文字の書いてあるところ、そこの点点点その他っていうところをタップしてくれると概要欄が出てきます。でさらにですね、その下の方の点点点もっと見るっていうところを押すと概要欄全体が見られるんですね。でそこに公式 LINE でお友達になるリンクも貼ってあります。それからそこには私たちが開発したウィンビジョンプレミアムっていうね、サプリメントですね、抗酸化作用、抗炎症作用が非常に強くて神経保護作用もあると言われているポリフェノールですね、それが非常に高濃度で入った、そういうサプリメントがありますね。目や体の健康にですね、非常に関心のあるような方で興味がございましたらね、そこの説明に行くリンクも貼ってありますので、参考にしていただければなと思います。病気を諦めない。
年齢を諦めない、元気で長生きして100年迎えましょう。梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日はそういうことでね、暗い心で物を見ると目に悪いと言われてますが、それは本当でしょうかっていうね、そういうことにお答えしたんですが、皆さんのお役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。